栽培シリーズ始まるよ。2日目の様子です。こっちがほうれん草で、こっちがネギですね。まあ当たり前ですけど変化はありません。今日はちょっと乾燥してますので少しお水をあげようかなというところですかね。はい、3日目の畑ですね。こっちがほうれん草で、こっちがネギ。目立った違いはなさそうです。お水をね、やりながらちょっと様子を見ています。はい、4日目になります。いつもとね、変わらないじゃんと思ったら、なんとわかるかなー。さあ、パナソニック90倍ズームの出番です。見えますかこれ、今中央に、目が出てるんですよ。ところどころ白いでしょ。この今画面中央にあるのが目が出てますね。そしてなんとほうれん草ちゃんも、わかるかな、これ真ん中、今ど真ん中ですね。に、芽が出てきてます。イエーイ！まあ、まだね、芽が出てるわけなんですけど、ちょっと大事に育てていきたいと思います。ちょっとね、近くで見てみましょうか。はい、わかりますか？ちょっとね、大きな声出せないですけど、これですね。結構ね、出てるんですよ。ちっちゃく。ここも、ここも出てますね。わかりますかね？今画面中央ですね。ネギはね、出てきてますね。で、ほうれん草が、今のところはね、これだけかな。でも頑張ってますね。嬉しいです。ちょっとね、失敗してるというご指摘をいただいたんですけれども、芽が出てきたのもいますので、ちょっと頑張ってこのまま育てていきたいと思います。